はい、こんばんは。それでは、2つ目のセッションが、いよいよ始まります、セッションの MC を担当させていただきます、ドキュメンタリー監督の、岸田博一と申します。ここではですね、映画制作のお金の集め方について、キックスターター、クラウドファンディングですね、を使って世界からお金を集めるというテーマで、ドキュメンタリー作家の、小西さんにお越しいただいてお話を聞こうと思います。で、このセッションも僕自身がものすごく楽しみにしてまして、要はですね、お金を集めて作品を作るっていうこと以外に、その先の設計とかですね、 SNS を使ったさまざまな工夫を、僕自身が誰もこういうやり方を知る人は見たことないというやり方をやっているので、ものすごく、聞いてみたいなというお話です。ですので、ちょっと僕がどんどん聞きたいことを聞いていく形になると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ではスライドを移していただいて、はい、では自己紹介の方をお願いしていいですか、小西さん。はい、慶応義塾大学2年でドキュメンタリー作家として、制作をさせていただいております、小西です。通称コニー、あだ名はコニー、コニー、はい、覚えていただければと思います。ヤフークリエイターズさんというドキュメンタリーのプラットフォームであったりとか、 NHK さんとかでドキュメンタリーとかを制作するのを手伝わせていただいたりする、傍ら、はい、自身の、SNS でいわゆるその制作の裏側のロケ裏の姿を配信したりだとかっていうことをしています。はい、で、今までメイキングみたいなものを見せながら、そうですね、メイキングですね、そのプロセスの部分をこう全部撮って発信するっていうような形を撮ってます。はい、これ、今スライドにもお名前2人書いてありますけど、小西さん1人でやってる感じじゃないんですか？そうです、チームでやってます。なるほど。僕ともう1人のこの渡谷っていう人間が、はい、フロントで、はい、やっていて、基本的にこの2人でずっと制作の現場には行くっていう形で、その他にもメンバーがいて、はい、いろいろそうやって企業からお金を持ってきたりだとか、なるほど、それこそ今回のキックスターターの部分で一緒にやったりとかっていう、チームでやらせていただいてます。はい、じゃあちょっとどういうふうにやっているのかっていうのを次のスライド見てみますね。はい、これなんか SNS の画面が映ってますけど、これはどういったこのスライドですか？ちょっと教えてもらっていいですか？基本的に僕はこの SNS の中でもインスタグラムを使って発信をしていて、で、はい、そのタイムラインというかフィードですね、はい、この SNS で使ってるっていうところで、僕が実際にやりたいのはそのドキュメンタリーを今まで見なかった若者の層にいかに届けるかっていうところで、はい、いかにその映像を通して何らかのアクションを起こさせることができるかっていうことが僕たちのミッションでずっとやっていて、はい、でそんな中で一番若者とコネクトしやすい、はい、SNS で、かつ一番パーソナルな、インスタグラムっていう、はいはい、アプリケーションを僕の場合は使用してるっていう感じですね。なるほど。なんか僕の印象ですと、従来映像を制作する人、特に若い人でドキュメンタリー作ってる人っていうのは、作品作ってこう見てくれっていうところが大きかったと思うんですけど、そのなんか制作途中を見せたりとか、チームでやってみたりとか、ちょっとこう他の人とやるアプローチが違うのかなっていうのを印象を持ったんですけど、はい、なんかここにさっきのスライドにもありましたけど、人を動かすジャーナリズムっていうのをこう結構重視されてるっていうのを聞いたんですけど、これについても教えてもらっていいですか？そうですね、もともとの問題意識として、はい、社会課題みたいなところの解決に対してこうアクションを起こす人たちっていうのがあまりにも少ないっていうところがもともとの問題意識 で、はい、でそのためにどれだけそういう人たちを増やせるかっていうのを、はい、ドキュメンタリーの制作そして発信を通して、はい、できるかっていうことに実はこう取り組んでるっていうところなんですね。なるほど。じゃああれですね、作品作って終わりではなくて、それを見た人がその後何か行動するところまでを結構こう考えているっていうことです。そうですね、そうです。まさにその後なしでは基本的に発信とかはしないっていう感じですね。常にそこを考えて、せっかくなので小西さんが撮った映像、はい、作品をちょっと見てみたいと思うんですけど、ではスライドを送ります。はい、その前、一個前ですね。はい。多分もう一回押さなきゃ。あ、できた。
まあ、これが、はい、これは、まあ、以前制作させていただいた、はい、フィリピンでの、ドキュメンタリーです、はい、これどういうテーマというかどういう内容の作品なんですか？これは、まあ、この少年が、はい、まあ、5歳児の障害を持っている少年なんですけど、はい、父親が、まあ、いなくなっちゃって、で母親はドラッグで捕まっちゃって、で一人こうストリートに残された5歳児の、まあ、少年、まあ、障害を持っている少年で、はい、でそれにこのもう一人のおばあちゃん、これは44歳のホームレスのおばあちゃんなんですけど、はい、まあ、彼女が彼をまあ路上で育てていくっていうことをまあ決意して、はい、その2人のドキュメンタリーですね。これということはこの少年と、この、 あの44歳のこの女性ですね、あの全然血のつながりは、そうですね、血のつながりは一切ない2人で、そんな2人を追ったドキュメンタリー。あのこれタイトルはどういうタイトルで、あとどこで見られるんですかね？あ、これはヤフークリエイターズさんっていうドキュメンタリーのプラットフォームを検索していただくと、はい、まあ、そこで見れます、はい、なるほど。でタイトルは Just Love っていうタイトルですね。あのこれあの私はこれ作品拝見したんですけど、すごい面白いなって思ったのが、作品ってこうなんか最後まで答えまでこう見せて、こうだからこうなんだよみたいな、なんかこういうことが大切だよとか、あの言い切ってしまうようなところが、まあ、なんとなくイメージがドキュメンタリーってあったんですけど、そうではなくてなんかこう問題提起で終わるっていうか、これ皆さんどう考えますか、続きは自分たちで話し合ってくださいみたいな、ちょっと面白い作りで、はいはいはい、本当にあの短い作品なんですけど、あの映画的な、なんかこう、はい、海外の映画みたいな、そこは結構意識して作りました。まああのこういう2人を追ってるので、はい、その表彰的にはなんていうかこう社会問題みたいなドキュメンタリーっていう風にとらわれがちなんですけど、はい、あの僕はこう一切そこに対しての問題、もう問題意識っていうか、それが問題とか善悪みたいな話を全然したかったわけでも、はい、そういう思いを抱いてたわけでもなくて、ただそういう究極の状態だから垣間見る人間のこう美しさみたいなところとか、はい、あるいはこう血のつながってない人を愛するっていうところの、はい、その愛ってそもそも何なんだろうっていうような問い、それはもう追い続けても僕の中で正解不正解っていうのはなかったので、はい、作風そのものもやっぱりそういう風になったんだなって思いますね。ちなみに小西さん、これスライドはじゃあ次送ります。小西さん、これ映像を始めて何年ぐらいなんですか？すごく綺麗で、映像は、映像を始めたのはちょうど1年半ぐらい前ですね、はい、1年半でここまで撮れるんですか？そうですね、でもまあいろいろ練習とかしたんですけど、はい、1年半前ぐらいにカメラを初めて買って、はい、やり始めましたね。わかりました。視聴者の方に、小西さんに質問があるとかいう方はですね、ぜひあのツイッターとかであのハッシュタグ VGT をつけてですね、あの質問をしていただければ、こちらの方であのリアルタイムであの見ていますので、その辺も時間があればお答えできると思いますので、あの積極的によろしくお願いいたします。はい、これなんかこの作品がいろんなところで、こう、まあ、他のメディアでも取り上げられたりとか、いろいろ影響があったようなんですけど、これも教えてもらっていいですか？そうですね、あの、まあ、日テレニュース24さんで、はい、あの取り上げていただいたりとか、まあ、実際に僕がお話をさせていただいたりとか、はい、ヤフートピックに選んでいただいたりとか、まあ、結構のコメント数も寄せられて、はい、SNS でもまあシェアもかなりされて、なるほど、評判でもありました、はい。まあ、こういう取り組みをされている、まだ映像を始めて1年半しか経っていない大学生、現役大学生の小西さんが、今回は、香港のデモをテーマに、キックスターター、いわゆるクラウドファンディングの仕組みを使ってお金を集めて、作品を撮るというプロジェクトを始めたということで、そのことについて、ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが、あの香港のデモ、あの去年あのニュースで大きく、まあ、こういろんなところであの出てたと思うので、ご存知の方も多いと思うんですが、あのそもそもはですね、もともとイギリス領で、まあ、自由経済と民主主義 の、まあ、あの制度の下で、まあ、国がこう繁栄していったのが1999年に中国に返還されるんですね、もともとイギリス領だったのが。でその返還される時に、今後50年間はそのもともとの自由経済と民主主義の仕組みのままで
国を維持安定させましょうと、そういう約束のもとに、返還をされたんですが、それが23年経って今全然こう 守られない状況になってきたと。中国 の、まあ、あの共産党のその政策が、まあ、今後押し付けられるような状況があって、香港の若者たちがそれに対していろいろ行動を起こしていると、そういう状況があります。でそれに対して、小西さんが、作品を作っていろいろ今取り組みを始めたんですが、あの映像じゃあ実際見てみましょうか。はい、ではこれお願いします。はい、これはちょっとどういう場面ですか？これちょうど取材中ですね。はい、これ走ってるの小西さんですね。そうです、これ僕 でこれ、あ、これ何などうしたんですか？今催涙弾を受けて、はい、目を開けれなくなっているシーンです。なるほど、これ取材中の自分のシーンですね。はい、そう、さっきが、まあ、取材中の僕のシーンで、はい、まあ、これがドキュメンタリーの本編の方です、ね。はい、実際の現場の方で。なるほど、この作品なんですけど、どういう人を、まあ、追いかけた、主題にしたあの作品なんですか？今回のこのドキュメンタリーに関しては、はい、まあ、救護班っていうこのデモの中で怪我人を救護する人たちを追っていて、でその中の、まあ、16歳の少女がいたんですね。はい、でかなり若いんですけど、はい、でその方を、まあ、追う、すごくパーソナルのドキュメンタリーっていう感じですね。なるほど、そのデモのサポートをしている救護ボランティアの、はい、若い女性を主人公に追いかけているということですね。この子ですね、この、はい、この女の子。なるほど、ね、こうやって聞く。じゃあこれスライドを次に、はい、で、あの実際に、まあ、映像を撮るのに、まあ、お金がかかるのでクラウドファンディングを活用してということなんですが、どういう狙いでクラウドファンディングを作ったのかということと、はい、この、まあ、スライドに書いてある重要なことって、この3つについて教えてもらっていいですか？はい、まあ、今回キックスターターというクラウドファンディング、まあ、はい、たくさんクラウドファンディングのサービスっていうのはあると思うんですけど、その中でキックスターターという、まあ、はい、日本ではまだそこまで使用されてないんですけど、はい、あの海外ではやっぱり一番大手って言われて、でその中で、まあ、今回そのクラウドファンディングを通して資金を集めてみて、はい、大きく分けてこの3つがすごく重要だなということを、はい、まあ、気づいて今回まとめてお話しさせていただくんですけど、はい、まあ、要はクラウドファンディングでお金を集めるのに ここはポイントを抑えろよってこの3つだってことですね。そういう、そういうところですね。はい、ちょっと1つずつ教えてもらっていいですか？まあ、まず1つ目、はい、誰に応援してもらいたいか決めるっていうところですね。はい、でこれは結構、まあ、いろんなクラウドファンディングでのプロジェクトを見てると、はい、意外とできてないところだと思っていて、はい、どうしてもこう皆さん応援してくださいみたいな感じで、はい、不特定多数の人間全員に対してこう応援を求めるみたいなプロジェクトっていうのが非常に多いなと。まあ、でも帰ってくる人も多ければ多い方がいいんじゃないですか？そうなんですけどね、まあ、これは結構そのいわゆるビジネス的なものとそんなに変わらないと思っていて、やはりこちらもそのワクワクであったりとか、うん、まあ、問題の解決っていうような価値を、提供しているので、それに対してまあ対価っていうか、はい、応援したいっていうようなお金を、まあ、応援してもらうっていうことなので、はい、やっぱり刺さり具合っていうのがやっぱりあると思うんですよね。なるほど。なのでまあ、その実際に、はい、単純にこう100人の人がいて、はい、100人の人たちから10円をこうもらって、はい、1000円にするっていうよりかは、はい、例えば、その問題意識がものすごく強い人が100人の中に1人いたとして、でその人に1万円をこう出してもらうために説得した方が結果的に、なるほど、集まっている金額って全然多い。でまあ、単純に話すとそういう話で、はい、これも、はい、じゃあ今回具体的にはどういう人にこうターゲットにしたんですか？具体的に今回の場合は、はい、香港の人をターゲットにしたんですよ。なるほど、香港の作品を撮るにあたって、香港の人にいわゆる本当に当事者の人たちを、なるほど、に応援をしていただきたいというふうに、はい、まあ、設計をさせていただいて、はいはい、でかつもっと言うと香港の人の中でも、はい、もう一段階僕たちはこう下げてて、はい、いわゆるすごく明確にターゲットっていうか、ターゲットをもっと絞り込んだってことですね。はい、でそれが、香港の方なんですけど、はい、香港外に住む香港の方っていう、
海外に住んでいる香港人の人にターゲットに絞って応援してもらおうと。そうです、そうです。なるほど。どうしてそういうで、はい、これの画像も見ていただくと分かると思うんですけど、はい、バッカーの住んでいる場所トップカントリーっていうの、はい、で、まあ、香港の次にこうたくさんいろんな国があると思うんですけど、はい、これスライドこれでいいですか？あ、これで大丈夫です、はい、香港の人で、はい、なぜその香港人なんだけど海外に住んでる香港人の方に応援していただきたいと思ったのかっていうと、はい、彼らが一番結局その支援をできるぐらいの資金を持ってるっていうことなんですね、はいはい、で実際に今海外に住んでる香港の人の多くは今の要は民主化が崩れるかもしれないということを、はい、早期にまあ勘ぐってっていうかそうなるだろうっていうこととかもこう分かって、はい、早々にこう海外に逃げた人とかっていう危機感があって外に出ちゃった人、ね、が結構いるんですね、はい、であとはまあ金融系、香港はやっぱ金融都市なので、はい、その金融系でいわゆる海外在住でビジネスをしている人、はい、あるいはまあ金融だけではなくて、はい、海外でビジネスをできるような、うん、いわゆる財力がある人たち、高学歴の人たちっていうのがやっぱり海外にたくさんいる、はい、でいわゆるそういう人たちが一番お金を持ってるっていうところだったので、一つそれがまあ一つ目の理由で、はい、でもう一つは、はい、今回のこのデモに関しては、はい、国内の若者が前線で戦う、はいはい、で戦う際にいろんなまあ防具、例えばこのガスマスクであったりとか、はい、まあ、ゴーグルみたいなもの、はい、あるいはその僕がさっき洗っていただいてもらったあの、はい、なんか清素水あの、ね、水より柔らかいなんか水みたいなやつとか、はいはい、そういうものがいろんな物資がまあ大量に必要な中で、はい、そういうものをこう支援している人たちの多くは、はい、香港人かつやっぱりその財力を持った外国に住んでる香港の人たちがすごく多いですね、はいはいはい、でそれはもちろん財力があるっていうこともそうですし、もう一つは、海外に住んでるで自国がそういう風になってるんだけど、うんはい、戻るに戻れないっていうことなんですよ。なるほど、はい、だから現場で戦ってるその同胞たちに、うんうん、自分たちができることって何ってなった時にやっぱりそういう物資を送るっていう、はい、そのある種の、まあ、コンプレックスっていうか自分本当は現場に行きたいけども、はい、行けないから、行けないっていう、はい、思いからやっぱりものすごく持ち得るそのお金であったりとか物資っていうのをすごくこう支援するっていう、まあバックグラウンドがあって彼らが僕たちの応援をしてくれるってなった時に一番心強いなっていうところですね。なるほど。そういう人たちはまあ実際そのお金を支援したりとか物資を送ったりってするんですけど、それが現場に届いて実際そのデモ隊が扱ってるところっていうのはよく分かんないわけですよね。分かんないですね。だからそれってそれが今言っていただいたものがすごくこうポイントになってくるっていうところで、はい、でそれちょっと次で次のページなんですけど、はい、その前にあ、はい、あれだけ、はい、そのもう一つ一つ目のところの、はい、これで2側面、はい、大事な部分が、はい、ししはい、あこれですね、はい、誰に応援してもらえるか決めるっていうところで、はい、まあ、最後もう一つ軽く説明すると2側面から応援してくれる人を、はい、あの絞るっていうところで、実際に資金的な支援をしてくれる人たちで、はい、これが今さっきお話しした人ですね、はい、で活動を拡散することで応援してくれるあの方々で、この2つの人たちがこういると思うんですけど、はい、結構お金を集めるためにプロジェクトを始めているがゆえに、はい、もう資金的な支援をしてくれる人たちを第一に考えすぎっていうか直接的ですよね。そうそうそう、はい、あのなんですけど、結局そういう潜在的にお金を出してくれるかもしれない方々に届かせるためには、はいはい、やっぱりその周囲にいる人間たちが拡散して届けてくれなきゃいけないので、あのまずはやっぱり結局拡散してくれる人たちをすごく大事にしなきゃいけない、はい、なるほど。直接お金を出してくれる応援してくれる人たちと、その小西さんがこういうプロジェクトを立ち上げてこういう内容やってますよっていうのを、それを広げてくれる人、そう広げてくれる人がいないと、はいはい、2つこうあの2階層いるよってことですね。そうですね、はいはいはい、でまあ結構日本のプロジェクトの場合は、うん、それこそプロジェクト周りの、そのプロジェクトのオーナーの周りの人間という人たちがそもそもいるので、はいはい、そういう人たちに直接こう送りつけるみたいな形で、はい、あのプロジェクト始めましたお願いしますみたいな感じ
なるんですけど、知り合いが一番多いですよね、そうそうそう、クラウドファンディング。そもそも要は僕たちの場合、香港の方々で知り合いゼロなんですよ、はい、なので僕たち香港人の知り合いが一人もアカウントにいない SNS で投げて、はい、あの届くってなったら無理なんですよ、はい、直接お願いできるかって言ったら無理で、はい、そうなったらやっぱり彼らがやっぱりまず拡散してくれるってことを第一に考えなきゃいけないっていう。でそれはまあ基本的に全てのプロジェクトにおいて重要かなって思うんですよね。じゃあスライド送りますか。はい、はい、で応援してもらいたい人への、リーチコンテンツを設計すること、これについてちょっと教えてもらっていいですか。はい、はい、で一つ目が、SNS のコミュニティと対話していくっていうこと、はい、で SNS のコミュニティ、はい、今回さっき話をさせていただいたみたいに、香港の海外に住む香港の方々、はい、でかつそういう方々が、まあ、ビジネスとかやってるような方々で、はい、資本力が結構ある、はい、でそういう人たちって往々にしてその年齢層は大体、まあ、30より上とか、まあ、40代50代とか年齢になるってなった時に、はい、ちょっと高めですね。そうですね、彼らのその年齢層に合った SNS をやっぱり使用しなきゃいけないっていうところなので、はい、あのツイッターとかインスタグラムでいいかって言われたらそんなことやっぱりない。なるほど。だから今回やっぱり一番大きなのはフェイスブック、はい、彼らが一番使用しているフェイスブックで、かつフェイスブックはコミュニティの制作ができるので、はい、何々グループってあるじゃないですか、はい、あのああいうのにやっぱりその仲間意識とか民族意識が強いので、はい、現地でのこの写真にある通り、はい、香港人 in 日本とか、はい、香港人 in オーストラリアとか、日本でビジネスする香港人グループとか、そうですそうですそうです、オーストラリアの学生のグループとか、そう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 、起業家のグループとか、だからそもそ も固まってくれてるんですよ本当は、はいはい、あの僕たちが応援していただきたいと思ってる人たちはもうこう、コミュニティができてるので、はい、そことしっかり対話してそこに僕たちのプロジェクトをこう渡せるかっていう。なるほど。じゃあそういう一つ一つのコミュニティにまずこのプロジェクトをこう紹介するっていう、だから徹底的に調べ上げてどういうコミュニティが存在するのかとか、どういう人たちがそのコミュニティ内に属するのかっていうことは徹底的に調べた上でプロジェクトの制作にかかるっていうところは徹底したっていう。なんか作品を作るこう前の準備段階のところっていうんですかね、そうです、すごい綿密ですね、うん、でもう一つは支援者の半分以上はリピートバッカーであるっていう、はい、このどういうリピートバッカーってどういうこと？リピートバッカーっていうのは、はい、そのクラウドファンディングでいう、クラウドファンディングを以前使用したことがある人間っていうことなんですよ。なるほど、常連さんみたいな。そう、常連さん、はいはい、で常連さんがいるかどうかっていうことがやっぱりすごく重要なんですね。なるほど。で今回キックスターターを使ったもう一つの理由は、はいはい、キックスターターは以前この香港 このデモに関するプロジェクトっていうのがいくつかもうやられてたんですよ、はい、でそれぞれで結構な資金が集まっていたっていうことがあって、いわゆるそれ相応1回これってまあクレジットカードをわざわざ登録しなきゃいけないじゃないですか、はい、だから SNS 上で回ってきたとしても、はい、そこって結構障壁なんですよ、はい、だからこれめちゃめちゃいいプロジェクトだなと思ってもいざクレジットカード登録してくださいって言われると結構めんどくさ いゼロからやるのちょっと途中で悩ますよね。そうでこれってすごく重要で、はい、あのそこの障壁もうそもそももうボタン1個で支援できるっていう状態にあるっていうことがすごく重要、はい、前使ったことある人はもうワンクリックで、そうワンクリックでできる、で既にその香港の前段階で香港のプロジェクトがあって、はい、ある結構な数の人たちが使用してるっていう事実がある時点で、はいはい、あの自分たちがこう投げた時にプロジェクトがそれがキックスターター上で見つけてもらえれば、はい、かなり敷居が低い 段階で支援してもらう可能性が高いんですよ、はい、でそれがまあ結果見た通りのもう半分がリピートばっか、半分が以前違うプロジェクトでお金出したことがあるっていうところなんですね。なるほど。ちょっと時間も押してきてあと10分ぐらいなんですけど、はい、じゃあちょっと急ぎで行きます、はい、行きましょう、はい、でまあ若い日常を撮影した、あ若い若者の日常を撮影したのも、はい、結局そういう外部の大人の人たちっていうのは若者にこう物資とか 金銭を応援してる、ただ今までなかなかその顔が見えないっていうか、うん、その生活感が見えなかった中で、はい、僕は結構入り込んで実際その大人の支援がどういうふうに使われてるのかっていうところを見せることによって、はい、やっぱりかなりそういうお金を実際出している人間からすると嬉しいっていうか、はい、すごくモチベーションになる、そこでの応援みたいなところが大きい。実際小西さんの作品でそのドキュメンタリーを見ることによって、うん、自分たちの応援したその資金とか物資が、まあ、みんな使ってで活動してるっていうのがこうリアルに伝わってくるってことですね。じゃあ次のスライドいきましょうか。
で最後、はい、応援してもらいたい人にとっての信頼を担保する、はい、これもすごく見逃しがちなんですけど大事で、はい、社会的な信頼みたいなものを担保するだけでは、うん、物足りないっていうことなんですね、はい、不足していると。そうですね、はい、だから自分はジャーナリストで他の作品撮ってましたとか、はい、自分は政治家ですっていう話をしても、うん、実際に、結構そういう人たちって いるし、はい、クラウドファンディングってただお金集めてるだけじゃん、お金儲けのためにみたいな印象もやっぱりある、はいはいはい、そこをやっぱり抜けるためには現地の人たちのレベルの信頼感みたいな、いわゆる同じかまどの飯を食うっていう、はいはい、レベルまでの信頼感を落とし込まないといけないところがある。でそれが制作者の、そうですね、はい、それが、まあ、実際に、はい、僕がその催涙弾ガスを食らってる映像をあえて入れた理由なんですね、はい、でなるほど、前線でデモ隊と一緒のところにいて一緒のもう危ないところで俺は回してるよと。そうです、そうです、リスクを背負ってやってますよと。催涙弾食らうぐらいまで思いっきり前出てますよっていうことがやっぱりすごく信頼になるんですよ。はたから記事書いてます、遠くから見て記事書いてますっていうものとまた違う信頼感がやっぱりある。なんかね、ジャーナリストとか取材してる人ってなんかあんまり自分のやってる姿を今までは見せるとちょっとなんかこう出しゃばってる感じだとか、ね、もっとこう記事でちゃんと主張すればいいみたいなところがあったと思うんですけど、コニーさん逆にそれはもうちゃんと狙いがあって自分たちのやってるそのメイキング的な部分をこう見せて、そうですね、はい、それを信頼感につなげていってると、うん、なるほど。あとはもう一つ、まあ、プロジェクトを覗いていただくと分かると思うんですけど、はい、現地の民主派議員さんに協力していただいてるんですね、はい、でこれはまあ資金とかの送り先とかを民主派議員さん、はい、この民主派議員さんが受け取ってくれる、はい、なるほど。でこれはまあすごく重要です。彼らのために戦ってる議員さん、はい、現地の議員さんがいるっていうだけで、はい、本来だったら異国の地の日本っていう国から の、はいはい、若者がやってるっていうだけですごく信頼感がない中でその信頼感を担保してくれるという、ね、こういう人が入っていることで、まあ、なんかちゃんとしてるプロジェクターだよっていうのが分かるってことですよね。そうです、そうです。括弧で けれども学生であるという立場は押し出したっていう、これについては、誰が、まあ、これは僕が学生じゃないですか、はい、でやっぱりその大学生なのにやってるっていうところは押すべきだったんですよ、はい、プラスに働くと。それはすごくプラスに働くんですけど、はい、その反面これはやっぱりモロ刃の剣みたいなところもあるので、はい、学生かよみたいな、学生だから応援したいっていう気持ちもあるんですけど、はい、大きなプロジェクトであるがゆえにお前で回せるんかいっていう、なんかちょっと学生大丈夫なのみたいな、学生に450万円渡して大丈夫なの、はい、っていうやっぱ心配はあるんですね、はいはい、でそこでやっぱりその議員さんに、いていただくことによって学生であるっていう応援したいっていう気持ちもあるし、はい、でもその同時にあるその学生で大丈夫っていう心配感を払拭してくれるっていうところも、めちゃくちゃ俯瞰していろいろ見てます、自分がどう見られるかっていうの。そうですね、はい、そこはすごくこう冷静にやっぱりバランスを取りながらやるっていうのが重要かなと。であとは、はい、チームのメンバー、はい、チームメンバーに香港の方が、うん、在日の香港人がいた、はい、まあ、これは結果論なんですけど、もともと意図してそういうふうにやったわけではないんですけど、はい、一緒にやってたメンバーが、いたメンバーに香港の方がいるっていうのはすごく信頼かな。あとはまあ押し売りしないっていうところですかね。押し売りしないってこれ具体的にこれ結構あるんですけど、はい、要は、まあ、プロジェクト作って、はい、自分からもう支援してくださいよかったらみたいなコチャで送るみたいなのはしないっていう、はい、これでもクラウドファンディングってそれやんないともう成立しないというか誰ももうね気づいてくれないっていうのはあるんじゃないですか。だからそこに頼ってる時点でそもそもだから結局それがいいプロジェクトではないっていうことだと思ってるので、あとは結果としてその周りの人たちにこうやってこちらで送って、はい、1層目がにお金を出してもらっても、はい、この2層目って絶対お金出してもらえないんですよ、はい、直接送った人はなんかしぶしぶ出してくれてもらって、しぶしぶ出すけどじゃあシェアしてくださいって言ってしぶしぶシェアする人ってやっぱりそのシェアはしぶしぶ感がすごいんですよ、空気感、はいはい、もうその文章にしても、はい、クラウドファンディングやるときでもうこうね最大のもうハードルですよね。でそうなると結局その2層目の届いた人たちとしぶしぶ感を感じて、はい、うん、そもそもまあページにクリックしないみたいなことって全然ある、はい、うん、なので
絶対に押し売りしないっていうことと、その最初に書いたどれだけその拡散してくれる人たちを大事にするかって言った時に、はい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 、プロジェクトのローンチ前から、そういう人たちとずっと対話を重ねるって、はい、その第一層のまず拡散してくれる、うん、人たち、影響力がある人たちとずっとこう対話をして信頼感を築いて、はい、決してその自分とかの場合はシェアしてくださいとか言わなかったです。だから別にシェアしなくても別にいいけど、あの、はい、流れでこう、これはあのちょっと僕の方から補足すると、小西さんはあの実際にあの、まあ、これにお金出してくださいっていうんではなくて、その前の段階でこういうプロジェクト立ち上げたんだけど、これってどう思いますかっていうのを、その世界中 の、 その香港人のグループのちゃんとしたそのリーダー格の人にそれぞれ個別で送って、これは本当に成立するのか、これ本当に応援してもらえるのかっていうのをあのやり取りをして、そこでできたその信頼感のもと、向こうからよっしゃ分かったと、俺がちょっとこれあのもうあのいろんなやつ知り合いいるからというのでこう広げてくれるっていう、まあ形でこう広がってて、そうそうそう、小西さんからこれどうぞちょっとお願いしますとやってくださいみたいなのがやんなかったって、ね、だからそもそもまあ現地 の、 そ, のそういう人たちに、はい、あの聞くっていうのが本当に彼らのためになるプロジェクトを作るっていうことに一番役立つので、はい、結果としてそうやって聞いてたことが彼らの意見を取り入れて本当に彼らにとっていいものができたら、はい、出来上がったので彼らは勝手に別に流してくれるんですよ、はい、だからそうですね、ちょっとそろそろ時間も押してきたので最後5分ぐらいちょっとあの質問にもあの出てたのでちょっとお聞きしたいことあるんですけど、まあ、小西さんのこのプロジェクト、あの単なるドキュメンタリー作家としてだったら、うん、あの俺のすごい映像を見てくれどうだで、あのお客さんが良かったって言ったら、まあ、それが多分ゴールになっちゃうと思うんですけど、そうではないように感じたんですね、うんうんうん、であの小西さんがこう作ったこの映像のゴールとかこのプロジェクトのゴールって、まあ、何を目的にしてたのかって、どうなったらそれが成功なのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。今回のキックスターターに、はい、この香港 の、 この民主化運動を映像を使ってどう応援していくいくのが小西さんのイメージになったのかな。もうこれは圧倒的に大多数に届けるっていうことですね。これはもう年齢層とかはもちろん若者に見てもらいたいんですけど、はい、とにかく国際社会の、に対してもっともっとこう映像を届けるっていうところ、はい、でそこが結局マッチングした部分でもあるんですよね。彼らとしては国際社会の圧力を高めたい、そのためにもっともっと香港の発信をして彼らに届けたいっていう思いもあるし、僕としてはやっぱりそれを日本に届けるっていうことにやっぱり彼らで特化してる、はいはい、母国として日本を持ってるとか、結局あれなんですよね、香港の問題っていうのは中国からすると国の中の問題だからもうあの黙っといてくれみたいな、うん、そういう、うんうん、あの状況もある、うんうんうん、実際そういうあの理論を出している中で、うんうんうん、外の海外の人たちがどれだけその香港のことを、まあ、気にするか、注目するかっていうことで、それはプレッシャーになるし、実際この香港 の、 この民主化あの、まあ、どうなるんだっていうのを、うん、あのこう大きく結構関わってくると、香港の人たちのもう外の人にこうあの訴えてるっていうのはそういう理由があるってことですよね。うん、そうですね。なんかこう、小西さん、あの映画監督なのかアクティビストなのか、こうすごいあのどっちなんだろうっていうのを僕もあの考えるんですけど、ご自分ではどうですか。いや、アクティビストではないんですけど、はい、アクティビストのになりかかねないっていうか、でもそれはいい新しいこうポジションでもあるんじゃないですか。そうですね、あのやっぱりあのドキュメンタリー撮ってると、はい、僕としてはどっちが善悪みたいなものはそもそも、はい、そういうものに関心がないっていうか、今日あのそういうものを描かないようにしてるんですよ。それ、はい、それそのさえも分断を生む可能性があるんです、その映像で、はい、なのでそういうふうにはしてないんですけど、でもやっぱり現場にずっといて自分と同じ若者が血流してたりするのを見るとどうしてもそっち側に寄りたくなる瞬間とかもあるし、まあ、今回に関しては、まあ、そういう人たちがいるっていうことをただ発信するだけで、はい、まあ、加担はどっちかに加担をするっていうことはしてないんですけど、はい、まあ、アクティビスト的に捉えられても、まあまあ、でも実際この支援あの集まったお金っていうのは映像を制作するっていうのと実際現地 の、 その活動してる、救護ボランティアの人たちにも、まあ、助けになるようなお金の渡し方もしてるってことですよね。してます、してます。なんかもうそれはあれですよね、だからあのこのプロジェクトに参加することによって映像でこう状況を見ることもできるし実際に支援も届くっていうちょっとこう複合的なアクティビスト
といえばそうじゃないかもしれないけど、うん、じゃあ映画監督だけなのかってそうでもないっていう、うん、ちょっとハイブリッドなあのなんか印象なのかなというのは僕は思ってます。はい、そうしましたら、はい、ちょっとじゃあ最後一言まとめみたいな感じなんですけど、なんかどうですかね、あの実際あの映像周りで作ってる人とかもいると思うんですけど、まあ、一言だけなんかこうあの自分たちの同じ世代のそう映像を作りたい人たちにあのなんか言葉があれば。いや本当にあの今の時代だからできることは本当にあるなと、一人でも要はそういう企業に属さなくても作りたいものが作れると思うので、あのいろいろ皆さん楽しんでできたら一緒にできたらなと思います。はい、まあ、チームでやってるってことなので、はいはい、あの実際この、 あのプロジェクトの作品も、キックスターターのページから見たりとか小西さんの SNS を、辿っていけば全部見れるということなので、はい、あの見ていただければと思います。まあ、今回のこのセッションですね、まあ、映像を作るにあたってやっぱり一番大きな障壁になるあの制作費を集める、お金を集める、どうしたらいいんだっていうところなんですけど、まあ、ただお金を集めて作りましたっていう以外にその、 あの課題自体に対して直接働きかけるっていうちょっと今までとは違うアプローチを試している小西さんをこう紹介して、まあ、こんなやり方もあるよというのをこう皆さんに知ってもらえてよかったかなというふうに思ってます。あの SNS も活発にされているので、もう直接質問は Twitter なんかでバンバン投げてもらえば答えてくれると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。